私出番が2回あるからって同じ曲をかぶってかぶもう一回やります。私出番が2回あるからって同じ曲をやったりしないんで聴いてください。メソポタミア
したいシーズンなので推しが手放せない。聞いてください。こなんだっけ、コカ・コーラのスリパコあれだ。次、今から即興をやりたいと思います。誰も知らない曲っていうタイトルにしました。なぜなら今日初めてやるからです。そしてさっき3秒前くらいに作った曲やります。ていうか今から作ります。
Yeah. はい、私は眉村千秋、18歳まで普通の子だったけど、急にアイドルやらないかって言われて、3人組の女の子、ダンスユニットグ、ダンスボーカルユニットに誘われた、しかも最初からリーダーだった、Yeah.次第にライブをやるにつれてアイドルの世界がどんなところなのか分かるようになってきた。うちの運営マジクソだって思うようになってきて、こんなやり方じゃ絶対に私たちは売れないと思った。ある日突然に社長から解散だって言われた。だから私これからは一人でやっていこうって決めた。一人でやるにつれてオリジナル曲が必要になった。だから私は自分で作ろうって思って打ち込みっていうやつを始めました。打ち込みというのは説明するのはめんどくさいからみんな後でググってね。打ち込みのアイドルとしてライブをやってたけど、何がやりたいか、私は何の音楽をやりたいか、自分では全然わからないまま、勝手にいい感じの綺麗な綺麗事を並べて歌詞を書いたり、いい感じの王道のコードで曲を作ったりしていたけれど、エビス生きとるのでどつい歌ってていいのか。その時私はぶっちゃけ大学に行こうかとか看護学校に行こうとか考えてた時だから、そのライブを見て、このライブを見てる瞬間だけバカすぎて笑っちゃって、何にも考えることを忘れてしまって、だからバカな音楽ってその瞬間人の悩みとか全部吹っ飛ばすことができるんだなって思って、そこから私はバカな音楽が作りたいと思った。こんにちは、この私のパフォーマンスで一瞬でも1秒でも1ミクロ秒でも忘れられたらいいなと思ってます。バイバイ、今日は来てくれてありがとう。今日のアイドルなんとかなんとかっていうイベントはこれにて終了になります。嘘です、これがまだ全然あるので、この後も楽しんでてください。ありがとうございました。前村千秋でした。って思うじゃん、あと1曲あるから。こんにちは、オーストラリアで4歳まで育った前村千秋です。 I was born in Australia。Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah. No, 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 no
てるおじさん。ただいま留守にしております。ご用の方、一応ご用のない方ってどこから来て、どこに帰るの？わたまを。ちょっとここ何言ってるのかわからない方は4番。キャッチャーもキャッチャー、一回の自分もそうして、この時だけ罰金。